の観測。地球の大気や電離層は地上を宇宙環境から守って生命の活動を可能にするんだ。僕たちが空気の存在を知ったのはごく最近で、それまではただ空を見上げていたんだ。今では僕たち人類の活動が大気の気温や化学構造に影響を及ぼすことが分かってきているんだ。大気を観測するためには大気中に計測装置を置くのは難しいから、宇宙や地上から遠隔観測する必要があるんだ。科学者や技術者は光学装置やレーダーを使って大気や電離層を観測する技術を開発しました。観測方式はレーダーを地上に設置して空を観測する方式と、衛星に設置して見下ろす方式の2種類があります。これらの観測装置がもたらすデータは、紫外線から私たちを守ってくれるオゾン層の破壊の研究に貢献しています。大気観測についての研究は、地上に一番近い対流圏から高度約 70km の電離層まで幅広く進められているんだ。電離層は宇宙への入り口で、これ以降は大気密度がどんどん薄くなっていくよ。計測装置を使った大気観測について紹介するよ。大気の構成。大気に含まれるオゾンガスの計測は、可視光と紫外線の分光計を使うことで可能になったんだ。他にも二酸化炭素やメタンガス、水蒸気も様々な計測装置で観測できるんだ。雲と降水。計測装置を使えば雲がかかっている時でも大気を観測できて、水蒸気や降水量、氷などが観測できるんだ。降水にもいろいろ種類があって、小雨から豪雨、降雪から降氷までそれぞれ計測できて、天気の正確な予報に貢献しているよ。エアロゾル。雲やエアロゾル、大気に浮かぶ微粒子が気象にもたらす影響を研究するためには、ライダーで大気のプロファイルを取るんだ。これを毎日観測することで大気のダイナミクスやエネルギー論を理解することができるんだ。この結果は天気の短期予報と長期予報に役立っているよ。気温と水蒸気。日の出の前や沈んだ後にも太陽光が見えるように、GPS 衛星などからの電波も大気や雲によって屈折するんだ。屈折の仕方は大気の水蒸気や気温分布によって変わるから、この方法で大気の水蒸気と気温プロファイルを測ることができるんだ。仮想大気。電磁波の代わりに音波を使うレーダー、ソーダーを使うと、一番地上に近い大気、対流圏の大気の構造や運動、風速を測ることができるんだ。天気予報士の第一歩は、雲をよく観察して種類を識別することなんだ。出ている雲の種類は天気を予測することができるよ。雲の見た目から3つの種類に分類できるよ。巻雲。絹のように細かい繊維に見える雲だよ。層雲、ラテン語でストラタス、広く平らに広がっているという意味だよ。積雲、綿のような形から綿雲とも呼ばれるよ。この他に雲がどれだけ地上から離れているかによって名前が変わるんだ。これで君も今日から雲の種類から天気が読めるかも。頑張ってね。